彼はもう人ではない。世界から恐れられるモンスター。はいどうもチェリーです。今回は8月に予約の始まったフィギュアの紹介第2弾をやっていきたいと思います。魔法少女ミサネスペーススーツブルおお、どの辺がスペースになっとんねんこれ。なんかよう見たら衣装のこの胸の部分がこうグッと掴み上がってんのかな。どう見てもおっぱいに見えないんですけど。原神月を追う点検ブルー、これは読まれへんかった。さすがにうわー、これ大胆なこの背景にかなり衣装もね攻めた感じで、うわすげえ煙とかもお香みたいな出てる、お香言うんかな、この緊張るみたいなやつ、蚊を殺すようなやつがブワー出てて、でなんかもう吸うてますしね。すっげえ演出。 B0 から始める異世界生活ラム日本人形、うわーこれってレムのやつも出てましたよね。めっちゃくちゃいかつい、ほんまもんのちゃんとした着物を着させてもろてるやつですよね。これって本体が届いた時ってもうすでに着物自体は着てるんですかね、それとも自分で着さすリカちゃん人形タイプというか、そんな感じになってるのか気にはなりますけど、お値段結構いかついんですよね。よっぽど好きな人しか買われへん。今日から俺はロリの紐2畳10日っていうかな、富士か10日水着バージョン、これタイトルは見たことある。どういう系の内容になるんでしょうかね。俺はもうロリになる言うて、ロリの紐になったるってこう宣言する主人公が出てくるってことですよね、タイトル的に。まあロリの方ってかなり多いんでね、ストーンとはめ込まれてる可能性ありますよごめん、はめ込まれるや落とし込まれるとかもようわからんけど、まあ結構エフィギュアになっておりますわ。頑張れ同期ちゃん、後輩ちゃん、あら後輩ちゃんじゃなくて先輩ちゃんかなんか前、あ同期ちゃんがおったんかな、なんか見たことある気がするけど、ちょっと先輩っぽいような顔つきではあるけども、うん、体つきも完全先輩な体つきですよね。こんな後輩ちゃんおったらもうデスクワークとかそんな場合じゃないですよね。なんかおかしなスポーツになってまいりますわ。シン・エヴァンゲリオン劇場版杉並飛鳥ラングレーな、なんたら、なんでもこれなんたらダイブ用耐圧試作プラグスーツバージョン、これ赤色のやつもなかったかな、同じポージングのやつで。プラグスーツは毎回見るけど、ええー、ねこの張り付き具合、ボディがバチーンと分かるのはいい衣装ですわ。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない桜島舞バニーガールブレン、これは再販でございます。これなかなか再販嬉しい方多いんじゃないでしょうかね。ダーリンインザフランキス02制服ブー、これも再販ですね。機動戦隊アイアンサーガジュディス水着ブー、機動戦隊アイアンサーガ、なんやろ、なんか聞いたことあるような聞いたことないようなちょっと怪しいところですけど、フィギュアの感じ結構えぐいぞ。またこんな後ろにバッサーになってて、地面も海がガッシーンって、おいおいどこで設置しとんねんこれ波打ち際ギリギリのところにパラソル設置したの。まあボディもぐっつい逆立ってますし、下の水着もちょっと見えにくいですけど、ものすごい V の字になってますよね。ああ我らのアイアンサーガももう V 上がりよ。この素晴らしい世界に祝福を、ポップアップパレードめぐみ水着バー、これは2体目3体目かな、通常のやつと確かなんか冬衣装映画バージョンみたいなやつと、これ水着バージョン。おい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 、そんなにも攻めてくんの。ちょっとええ加減アスナちゃんも出してほしいんですけど、アイスしゃぶりついてなかなか可愛いね。フェイトステイナイトヘブンズフィールポップアップパレードセイバーオルタ、これはものすごいかっこいいんちゃう。うん、質感とかもちょいとテカリのある鎧になっててね、めっちゃいい感じ。プリンセスコネクトリダイブフィグマペコリーヌ
最近よプリコネのフィギュアも出てきますね。監督オリジナルイラスト、セーラー服の真ん中で、どういうこと真ん中って、あー真ん中から空きってこと、またちゃうかな。いやいやいや、このねぐーっと絞り上げるゴムを加えたポージングよくあるんですよ。でもそれって大体なんか俺の記憶ではポニーテールの子がやってるイメージなんですよね。これツインの方やん。おい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 、まあまあ言うても我らのポニーテールはもう真っ赤。映画この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説アクアオイランバー、これはこの間ちょっと動画で見ましたね。色がしっかりついております。ちゃんとこのアクアの羽衣みたいなのもねブワーなってて、であとセンスからちゃんと水も出てますね。水と花かな、ピャーンと出てて花鳥風月なってますね。で、オイランの定義が俺わからんないけど、これは普通の着物ではないんかな。素人からしたらもうただの着物に見えるんですけど、まあはっきり言うけど何でもいいですわ、可愛いけりゃね。リゼロから始める異世界生活、エミリア、幼なんたらの思い出、うわペローンって感じ。あのアニメでも出てきましたよね、ちっちゃい頃のやつ、幼き日の可憐なエミリアって。あららら、確かあのレムとラムのちっちゃいバージョンも出てましたから、それと飾るんもええんかもしれんけど、なんかちょっと顔怖いな。マギアレコード、魔法少女マドカマギカ、外伝カナメマドカ、ハレキプー、ハレキってお前ちょっとね時期的にゴーンと違う時期やけども、いいね。あ、この何やったっけ、の箱板、羽板、何やったっけあの箱板か、パーンと遊ぶやつ、ちゃんとキューベになってて、晴れ着が上にグーンと走り回ってる様子なんかな。やっぱいいね着物。進撃の巨人ポップアップパレード、エレン・イェーガー、あら大人になったバージョン、こないだのアニメの時のやつですよね。悪そうな顔してんな。かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦、メンドロイドドール、篠宮かぐや、あ、これドールの方ね。同じく藤原知花、異世界魔王と召喚少女のドリーマ術、シラエル・グリーンウッド生足部、先生やこれタイプのやつもありましたもんね。生足の方がいいな、やっぱりなんだかんだ言うて、まあシチュエーションいうか、なんかキャラクターにもよるんでしょうけど、こう豊満なボディを持ってるキャラクターに関しては俺結構生足の方がいいですよね。うわちょっと待って、後ろ向き見て、どこがおっぱいか分からへんぐらいすんごいむき出し。そしてラストはソードアートオンライン、アリシゼーションオーバンダーブー、結城安奈ワイシャツプール。これはもうなんやかんや分かれんよね、むっちゃくちゃですって。うん、いやアスナのフィギュア俺も結構しっかり集めました。ここまでバリーンと出てるお胸のやつは少なかったですよ。少なかったいうか、あったかな、俺の記憶の中ではありません。こんなもん買わんやつがどこにおんねんちゅう話ですからね。よう出してくれました。うん、まあ実際に生でも見に行きましたけど、うん、マザーズ・ロザリオじゃ済まへんかったよこっちも。うん、俺の愛とおちんぽギンギン丸がもう1200連撃ぐらいやったんちゃうかな、もう腫れ上がってますよ。はい、いかがでしたでしょうか。今回国王の気になったフィギュアは今ちょうど紹介したところのアスナちゃんでございます。もうあれに関してはね即刻予約しました。気づいたらやってたっていうパターンですよね、ほんまに怖い。いつもやったらなんかこうね調べて調べてどないしょうかな言うて予約すんのに一瞬で言ってましたよ。これはもう買わざるを得へんっていう状況でもありますし、めっちゃくちゃ欲しかった、待ってましたっていう感じの衣装のフィギュアやったからね、めっちゃ楽しみです。あと届くの、いつもやったらねあともう2人ぐらい
紹介させてもらうんですけど、もうアスナちゃんの威力が激しすぎて、ほら、無理やりひねり出そうかなと思ったんですけど、ひねり出せませんでした。アスナちゃんもうぶっこ抜き、完全にもう勝てる相手はいませんでしたね今回。だから気になったのは、アスナちゃん一人でございました。他にもね、かなりエフィギュアたくさんありました。買われる方は予約忘れないようにしてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。